投げの方は過労死後の師範が投げ技として規範になると思われる代表的な技を選び、高等間柔道少しの初期の頃に体系づけられたものであります。技は手技、腰技、足技、マステミ技、横ステミ技の5つに分類されており、この中からそれぞれ各3本ずつの技が左右組み合わされております。投げの型を練習することによって、崩し、作り、掛け、そして正しい受け方という攻防無理を学ぶことができ、投げ技の基本を習得する上で柔道修行者の誰もが学ぶ方となっています。
Thank you.